真田選手がまさかのあの方の技を使って、最後のギフトもね素晴らしい光景、真田選手本当一生忘れないんじゃないかと思います。もうジュニアのレベルが今どこまでいっちゃうのってぐらい、試合後にですね挑戦を表明してきたのが、岡田さん、お疲れ様でした。俺が IWGP 世界ヘビー級チャンピオンとして、ニュージャパンカップ優勝者とのレベルの違いってのを見せてやるよ、この野郎。ワイダオカ、 See you next time。 ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストはタイチ選手だったんですけど、タイチ選手が来ない、今来てないという状況なので、もう一人で始めちゃいます。ニュージャパンカップ激戦の連投でしたけども、優勝者が決まりました。初優勝、真田選手となりました。おめでとうございます。いやー、真田選手とデビッド・フィンレイ選手の決勝戦だったんですけども、お互い立ち位置も変えて、お互い負けられない状況の中での戦い、まあ、フィンレイ選手の荒々しさ、そこに真田選手は荒々しい感じをやられながらも、どこかこう自分のペースを崩さずですね、自分の技をやるときはこう丁寧にしっかりと、落ち着いてやってるような、結構好対照に僕は見えた試合でした。その中でもですね、真田選手がちょっと僕はびっくりしてしまいましたんだけど、まさかのあの方の技を使って、そして自分の変形 DDT を繰り出すという、そこで優勝を決めるっていう、もう振り返ってみればですね、真田選手ニュージャパンカップ4年前かな、準優勝したのもこの長岡といううち、そして今大志選手と、組んでますけども、その大志選手と、去年の10月ニュージャパンワールド、認定 TBO のトーナメントで戦ってると、その時に大志選手はまあちょっと口半分、冗談半分ぐらいでなんかこう一緒にやらないかみたいなこと言ってたみたいなんですけども、そういったのもなんかつながって、そしてこの長岡で優勝というね、いやー最後のギフトもね素晴らしい光景、真田選手本当一生忘れないんじゃないかと思います。そして岡田選手は試合後、真田選手のマイクに出てきたんですけども、まあ、厳しい岡田選手のこの王者としてのプライド、そういったものを感じる厳しい発言がありました。4.8 両国、この2人のタイトルマッチどうなるのかも楽しみでございます。そしてセミファイナルのジュニアのシングルマッチも、これもやばかったですね。もうジュニアのレベルが今もうどこまでいっちゃうのってぐらい、本当に2月のヨウ選手との戦いもそうだったんですけど、今回のリオラッシュ選手、自分の人生一度は引退も考えていたそのリオラッシュ選手が、新日本に、誘われて、そこで引退をせず、もう一回頑張ってみようってなって、この新日本のリングで結果を出してやろうっていう、そのエモーション、そういったものがすごいこう試合中に出てまして、もうちょっと感傷的になっちゃう自分がいました。本当に試合内容としてはさすがジュニアの中心人物、高橋宏夢選手、あっぱれでございます。ただその試合後にですね、 VTR で参戦を表明してきたのが、挑戦を表明してきたのがロビーイーグルス選手でございました。まさかあのザック選手がね VTR を進めて出てきた男がロビー選手という、このね立ち位置がカール選手が多い、もう激動のマットになっております。その他にもですね、 OG オープン IWGP タッグ王者の吉田選手が直接ピンを取ったりとか、ヘナーレ選手、KOPW 王者の高木選手のアピール、そしてネバー6人、成田選手のストロングスタイルって書いた T シャツを切り裂かれて、ハウスオブトーチャー HOT のスプレーを書かれるという、ああいう屈辱も受けですね、もうこの先、桜ジャニス両国、まあ、いつになるのか分かりませんけども、いろんな戦いが、始まっているこの新日本プロレスの現状でございます。そんな中、次回の配信は4月1日から新シリーズロードトゥー桜ジェネシスが始まるんですが、4月2日後楽園18時半からライブ配信いたしますので、ぜひそちらも要注目でお願いします。それでは皆さん、もう激闘でしたけども、ぜひアーカイブでいろいろ振り返っていただいて、そして4月8日両国桜ジェネシスまで新日本プロレスに
ついてこい。